落ちてる。こんばんは。ささくれ。今日急な一期生アピ。そうだよ。はい。今日は初めての何かあったかな。皆さん、どんな感じなのかね。ごめん、一個も見てないけん全然真似ができんけど、誰のどうしよう。はい、ステイホテイト第1期生に選んでいただきました、福田あかりです。ニックネームは福ちゃん、血液型は大型、誕生日は3月29日です。皆さんとこうやってショールームでお会いできてすごく嬉しいです。はい、って感じですかね。とりあえず今日2期生のお披露目公演、明日もあるんだっけ、があったそうで、新しい仲間が増えて STU の新しい第一歩って感じですかね。はあ、っていうかテロップを握手会受付中。はい、今の私にとってはこっちの方が重要。はい、 STU48 のキャラ握手会受付中です。はい、今はこっちの方が重要でございます。ネックピロー買いました、ありがとうございます。SK20 期も発表と、SK20 期も発表あったの今日。じゃあめっちゃ F48 グループの人が増えたね。てか目頭のハイライトが鏡見ずにさ、涙袋にピュッてやったから、ここからやっちゃったんだよね。カメツコメントありがとうございます。今日10期生もお披露目だったんだ。そっかそっか、10歳の子いたよ。10歳の子いたの、やば。何歳、10歳って。おの仲間がネクピラ褒めてた、嬉しい。10歳って何歳、10歳は10歳、10歳って何年生。小学5年、小学って、私の半分、やば、マジ。2009年生まれ。大変だろうな、これから。なんか、
大変だろうな、本当に。生まれたてだよ。マジか。貴重な人材ですね。調合の時とかさ、真っ黒に日焼けして、なんかもうキャ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 言ってただけなんだけど 立派な大人になるんだろうね。だってさ、ちゃんと挨拶とかできるんだよ。できるようになるんだよ、10歳から。SKE さん20歳が入ったのか。それな、社会経験半端ない。すごっ。2期生とまだ会ってないけん、さあ、誰とも会ってないけん、誰とも喋ってないよね、まだ。そう、いつ会えるんだろうか。緊張するわ、こっちが。ドラフトと会った時ってどうやって仲良くなったっけ？今とかももはやさ、後輩じゃなくてバリバリ同期みたいな感じやすけんさ、どういう風に仲良くなったか思い出せんねんけどさ、ちょっとなんか距離感縮めたいですね。知り合いとかは全然いないです。とりあえず顔と名前を覚えるために一日一人ずつプロフィールをブツ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 覚えようかな。全然。あかりんさんって呼ばれたい、それな。でもドラフトの、今のドラフトの3期生、ドラフト3期生の、あ、ニキビできてる。ニキビできてるんだけど。ああ、なんかいつの間にかあかりんさんって言ってたから、いつからなんだろうね、あれは。うどんさんって言われたら笑う。推しカラー白緑は一人いた。マジ？てかさ、推しサイリウムカラーってさ、なんか1期生の中でも誰とか誰かかぶってたよね。誰だっけ？あ、葵ちゃんと奈々さんだっけ？かぶってた、かぶってなかったっけ？誰か。なんかさ、かぶんないようにすればいいのにね。あ、みゆみゆとココちゃんだっけ？あ、黄色だ、黄色黄色。あれ、黄色1本でとか水色1本で出してもさ、強制的にさ、2色にされちゃってるからさ、黄色1本のつもりでも黄色黄色って公式ホームページに載っちゃうからさ、そう、かぶっちゃうんだよね。一回なんか、かぶったらかぶりましたよって言ってあげればいいのにね。どっちだろうみたいになっちゃうじゃん。3本出しとかもすればいいね。って考えたら STU 以外のメンバーさん、あ、でも SKE さんぐらいか、推しサイリムから表示してんの。錦星同士でかぶってるの？大変だ。まあでも好きな色ってかぶるよね、みんな女の子だし。 まあまあ、そのうちなんとか解決するだろう。好きな色でいいよ。2期生にも黄色黄色は2人いる。めっちゃみんな黄色好きやん。仲良くなりたいな、早く。めっちゃ軽いノリで来てほしい。 全然先輩みたいな感じで来なくていいから。ちょっとあかりんさん、何弁当食べてるんですか？それ麺類じゃないですよとか言ってほしい。初回の喋りかけから。
なんて返そうか。私が食べたら全部うどんなんだよって言うかな。ね、たくちゃんって言われて嬉しいですか。嬉しい。面白い。早く仲良くなりたい。うん、うわ、ふう、うどんちゃん、なんか今日は顔の顔変な色だよね。黄色いよね、なんか顔が。まあいいか。アリフクの動画がまだ、マジ？アリフクの動画まだいっぱいあるんだけど。アリちゃんのね、めっちゃ可愛い動画あるけど、出し時が分かんないのよ。あと、アリ、これ言ったかもしんないけど、あの、アリちゃんのめっちゃ可愛い寝顔の写真あるんだけど、あまりにもベイビーすぎて、アリちゃんが成人式の時まで出しちゃダメって言われちゃったから。アリちゃんが成人式になったら出すね。アリちゃんのあのベイビーすぎる画像、マジ可愛いから。口半開きだからね。もう絶対うも。アリちゃん成人式何年後だろう。5年後ぐらいじゃない。うん、みなちゃん、アリちゃんの成人式を楽しみに。うん、成人式今年も、今年は誰だっけ？矢野穂とみちゅとあきちゃんとマイキューか。え、そんだけ？蒼井先生はまだ？蒼井先生まだか。蒼井先生めっちゃ同い年感が半端ないんだけど、なんならお姉ちゃんなんだけど、蒼井先生はいつ？あ、まひちゃんは？え、まひちゃんは2個下だった気がするんだけど。え、まひちゃんと蒼井先生と同い年だよね。え、違うっけ？え、わかんなくなっちゃった。わかんないわ。そもそもおきまいって同い年だったんだっていう衝撃だったもん、この前。おきまいって同い年なんなの？なんとなくマイキューの方が年上って感じがあったんだよね。あ、風のんと葵ちゃんが一緒なのか。じゃあ今年はみちと矢野穂とまひちゃんとおきちゃんとマイキューか。ふんふんふん。ひなは？ひなちゃんはまだ4、5年先。はっ、待って、18歳成人になるんじゃん。やば、分かんなくなっちゃうね。確かにマイキューと同い年感ある、私も自分で。あ、みちも同い年感ある。てかみんなある、一期生の。な時点で。お酒は飲めないらしいよ。あのタバコとかもダメらしい。成人式が18だけで、そのお酒とかタバコが10代がダメなのは法律で決まってんのはあれじゃん、あの何、体に悪いからでしょ多分。だから若い体を守るためにでしょ。だからそれは成人の年齢が下がっても変わんないじゃない、20歳まで飲んじゃダメっていうのは。体が成熟するまでダメみたいなやつだよね多分。成人式と受験が重なる、確かに。
大変じゃん。大変だな。サンタの衣装コンプしてありがとう。あ、サンタの衣装といえばね、サンタの服のなんか大きい立てかける缶バッジみたいなやつ、なんか新しく販売されてた。そう、なんかただの缶バッジじゃなくて、なんか立てかけれる缶バッジみたいなやつ。そう、今日公式サイトに載ってたから、今日出たのかな。ツインテールのサンタ、個人的に結構冬の生写真漏れてる そう、船で売ればいいのにね。待って、私も船乗らない 今日からか。322日おめでとう、ありがとう、嬉しい。ね、え、船もう乗らないよね。今日の2期生のお披露目でもう船終わり、もしかして今年は。関西ウォーカーの席当たった、イエーイ。船もう乗らないじゃん。あ、明日も2期生のやつか。みんな推し変えちゃダメだよ。なえちゃうから。今日の船めっちゃ揺れた、行ってんじゃん あ、ね、あとの私たちの後輩の門出を見守りに行ってくれたんですよね。M1 いつだっけ？ M1 明日じゃない？ M1 明日な気がする ゆういち部屋ありがとう。いやー、年末いいね。なんかあと10日で来年ってやばい。マイハが副社のこと尊いです。嬉しい。あと、え、10日だよ、あと。どうする？なんかツアー来年ですとか、ツアー追加公演来年からですとか。え、まだ初日公演まで20日ってことじゃ。やっあ、初日公演今年とかにしなくてよかったね、ほんと。絶対時間はなかったじゃん。意外と来年だから大丈夫って思ってたかもしれないけど、日付で見ると普通にあと1ヶ月切ってんのか。にゃんってこったい。なんてこったい。4枚目シングルも1月29日ってことは、もう言うてあと1ヶ月か。早い早い。お楽しみに皆さん。てか、ニフのメンバー出てる？31日のさ、西日本アイドルフェスの、に STA が出るのは知ってるんですけど、出てないんだ、まだだよね。え、出たいんだけど、山田美優さんに会いたい。え、東京女子留さん来るよね。
メンバー出てないのにみんなさチケットさ先行発売で買ってくれてんの、マジで STU 愛の塊ですよね、ほんと皆さんって。マジで感謝です、ほんとに感謝。年越し配信でするつもりだよ、今年もできるんじゃない、去年もできたよね。指大丈夫、ごめん、これ私の趣味、趣味っていうか癖。去年も年越し配信できたじゃないですか、できたんですよ。そうだから今年もできると思うんですけど、もう今年はダメとかなさそうだからさ。そう、今年はどこで年越すんだろう、広島、香川、わかんないけど、とりあえず年越しは配信はしようと思ってます。絆創膏つけてもすぐ取りたくなる、めっちゃわかる。そうだからよかったらみんなも今年の年越しは何分ぐらいするかわかんないけど、年越す瞬間ショールームしたいなと思ってるから、ああよろしくお願いします。一緒にジャンプしましょう。ね、新年のご飯メリケンヤいいですね。はい、皆さんジャンプしましょう。なんかさ年越しの瞬間地上にいなかったみたいなやつ普通に毎年やってる。あと来年普通に令和2年らしいです。やばいですよね。来年令和2年ってやばくない？令和1元年短すぎなんだけど、まだなんか令和に変わったなーみたいな、まだそんなテンション、あ平成じゃないよねみたいな、まだそんなテンションなんですけど、ね、まだ慣れぬままに次を迎えていきます。ちょっと私まだ書類に令和って書いたことない気がする。福ちゃんに握手と対に行くの、ありがとう。令和元年のお金あるんだ。いや64はちょっとねレベチですけど、うん、まあ、令和2年の福田も可愛いので STU48 のフォースシングルの握手会に会いに来てください。よろしくお願いします。今キャラアニで受付中なんでよろしくお願いします。感謝薬はまだ買えません。感謝薬は感謝薬が解放されますっていう表示が出た上で、まあちょっとこの話、この生々しい表現かもしれないですけど、みんながちゃんと決済してくれたら便日程から買えるっていう感じです。決済する忘れたらみんなが感謝薬は飛ぶことがあります。そうまだ仮確なんで今回から C とか再販でも解放するし、違うんよ、 C とかで解放したとこでもう申し込んでくれんのよ、みんなが一通り終わっとるけん。福田の感謝枠のその日を待っててくれた人はね、あやっとこの日の感謝枠空いたって申し込んでくれるけど、もう一通り推しメンの握手券申し込み終わっちゃった他の人はもうねキャラアニをね開かないと思う。 C 日程の後とかね確定すると解放したとこで、だから解放したとこで人がいないって感じになるので、絶対に A 日程のうちに解放させたいんですよ。お願いします。そうそう、しかも監視役
そんなたくさん回れないからさ、みんながやっぱこの日の監視枠のこの時間は誰々じゃ誰々じゃ取っちゃったらちょっともう時間的に厳しいなってなるかもしんないし、本当になるべく早く監視枠を皆さんにありますよっていうお知らせをしたいんですよね。そう、まあでもあの感謝状に名前書かなくていい制度になったので、前の大好きな人のやつからだいぶ風を待つのとか時よりは回りやすくなったんですけどね。うん、そう、だってサインも書くのにさ、感謝カードにフルネームで名前書いてたから、あれは私今でもまあ書くのは全然書くでよかったんですけど、全員フルネームの漢字っていうのもなかなか時間を食うなって思ってたし、サイン、まあ写メ会でその感謝状に名前書くのはまあわかるけど、サイン会だったらもうサインに名前書いてるからいいんじゃないってファンの人にも言われたことあるから、やっぱみんな思ってたのかなとか思ったり、まああげるものが多い方がいいっちゃいいんですけど、多分時間押さない方がファンの人も嬉しいと思うので、うん、今日アイメイク違うのに私も思った、何なんだろう、でも今日大したマスカラもしてないし何なんだろうね、適当にやったらこう急にメイクが変わることがある。まあ令和の令和の福田あかりに会いに来てください。3月29日が誕生日なんですよ。そう、おつ3月29日が誕生日なんですよ。で3月29日とかを挟んで握手会あるから、3月29日までに撮ったら20歳の福田と握手できるし、3月29日のより後に撮ったら21歳のちょっぴり大人になった福田と一緒にお話をしようの会ができます。さてどのような変化があるのでしょうか。初めて申し込んでありがとう。20歳と21歳は違うでしょ。え、全然違うよ。20歳はさ、まださなんか大人の初心者って感じだけど、21歳だともう大人のプロって感じわかんないけどまだ20歳だから。え、何歳から大人のプロなんだろう。まだ大人のプロじゃない。え、みんな大人のプロなの。大人のプロだよって人、部長変座。アンケートしよう。子供、はい、アンケートです。1番子供、俺は、お、僕、私、1番子供、2番子供の初心者、じゃ大人の初心者、大人の初心者、3は大人のプロ、1子供、2大人の初心者、3子供のプロ、あ、大人のプロ、わかんないわかんない、1子供、2大人の初心者、3大人のプロ。あら、大人の初心者、いいね、みんないいじゃん、私そういう心構え好きよ。うん、いいね、みんな大人になりきれ、やっぱさ、うん、いい、もうそういう、みんないい、本当に
そう思っとこう。みんなさ、昔はどれぐらい昔かは人によるけど、みんな子供だったもんね、昔まで。そっから見た目はさ、大人になったかもしんないけどさ、背とか伸びたりとか髪型変わったりとかして、内面ってさ変わんないよね、きっと。私はプロの子供、確かに。そうよ、偉そうにしてる人だって昔は子供だったんだから、っていうことですよね。子供のプロを極めよう、みんな。だんだんスーツが適当になってきた。スーツはちゃんと着ようよ 身だしなみは子供でも大人でもちゃんとしよう。ちゃんとしてる幼稚園児の女の子とかハンカチとか持ってるから。そうよ、女の子もちゃんとしてる子はもう幼稚園児でもハンカチとティッシュ持ってますからね。 ね、半袖半ズボンで頑張るわ 見た目も子供にから入りますか。服で拭く時ある。手洗ったのに服で拭いたら服の汚れつくから手洗った意味ないじゃん せめてあの乾燥するやつでやんなよ、ガーって。なんかあるよね、お店とかだと。まあでもみんな、握手会に来て私の前でだけは子供でいていいよ。いいよ、子供でいて。昨日の夜ご飯出たカレー辛かったとか言っていいよ。そしたら、我慢して食べてないねって言うけど。そういう方好きですか？あんまそういうことは今まで会ったことない。そう、多分福田の霊に福田をお母ちゃん扱いする人はあんまいないからさ みんな子供扱いしてくれるから嬉しい。バリバリ子供扱いしてほしい。そうだけど、ちゃんとみんなが子供の感じできたらちょっと親っぽい感じになるから。ける。まあみんなに任すけど、握手会か。オキポレーンかよ。いや、オキポレーンもそんなんじゃないから、絶対 そういうキャラっぽいな、キャラっぽいのかもしんないけど、絶対握手は普通だと思うけど、どうなんだろう。一回 STU メンバーの握手並びたいでずっと言ってんだけど、ちょっと今度イモーステレビに言っとくわ。イモーステレビの人に言っとく。握手会並びたいですって。おしゃぶり持ってるオタクおる、おきちゃんレーン。嘘でしょ。どういうこと？
ちょっと今度見に行こう。え、妹テレビに言っとく。福田、この、この握手会期間で STU メンバーの握手並びたいんで、テレビでそういう企画組んでくださいって言っとくわ。え、めっちゃ行きたい。え、しかもさ、あ、2期生とかだったらさ、私の顔まだ割れてないからさ、多分福田の顔は分かんないかと思うからさ、多分写真でしか見たことないね、私の顔をね。だからもうめっちゃ違うメイクしていったりしたらバレないんじゃない？まだ雰囲気とかバレてないからさ、バレてないからさ、2期生と仲が深くなる前にもうすっごいめっちゃなんかもうすごいバーンみたいなメイクをして、髪型もなんか前髪をなんか上げちゃったりして、でなんか帽子とかかぶって、めっちゃ一日だけ染めるやつとかあるじゃん、一日だけなんか赤い髪とかにしてさ、一日なんかチョークカラーっていうの、一日だけ染めれるやつあるじゃん、あれやったりしてさ、やったらバレない気がする。え、やっぱ1期生とダさんはどんだけ化粧とか変えても雰囲気でバレるけん、絶対バレるんよ。そういける気がする。じゃこれ内緒ね、内緒内緒ね。あとヘリウムガス吸っていくわ。なんかヘリウムガス吸ったら声の質変わるよね。STU のファンでみたいな感じで逆におかしいか。やりたい。いいな、みんな握手会並べて。私も福田あかりちゃんの握手会並びたい。え、私一番自分の握手会並びたいんですよ。私って握手会どんな感じなんやろうってね、めっちゃ気になっとってから。なんか公演もなんか自分が出てない時に見学はできるんですけど、自分の出てる公演を見学したいんですよ。だけど自分が出てる公演を見れないんですよね、どうしても。難しい、本当に難しい。これは私がどんだけお金持ちでも、どんだけこう有能でも、どんだけこう権力を持っていたとしても叶わぬ願いなんですよね。53分ありがとう。時間めっちゃ気になる。握手会、自分の握手会気になる。VR？ ゆずきちゃんの配信来てたね。そう、ゆずきちゃんの配信行った。でも行ったけど、その途中で、ね、退出しちゃったんですよ。そうだからね、最後まで見れなかったんだけど、日高ゆずきさん、ゆずきさんと握手似てるかな。私どうなんだろう。分かんないけど最後来てくれてありがとうって言ってた。マジ嬉しい。 LINE しよう。ランジャーいます。ガラナ
来ると福ちゃん大変そうだけど頑張るね、ファイト福ちゃん、ファイト、ありがとう、元気出ます、海ありがとう。ユナニータ福ちゃんずっと好きやで、信じてるで、原田くん押し増ししても押し増ししない、押し増しはする前提みたいな、なんかマジか、ありがとう。山田太郎ありがとう。翔一握手会はデートだからおしゃれしていくよ、おしゃれしてきな、おしゃれしてきな、私もおしゃれしていくから。 TJ2 期生入っても福田推しは変わりません、福田推しは変わりませんのね、福田推しの推しの字が間違ってる。よかった、でもそこで宣言してくれたからね、私はそのことは忘れないわ。黒白ネックピロー買いに物販だけ行ってくる、浮き、あなたの中見流せるように気を引き締めていきます。浮きはいるかな、いや浮きはあの日も私が持っとくよ。うぶんフォースも福ちゃんの剣しか取らない、多分ん絶対、ありがとう。うーた MC うまい、おしめいて忘年会 MC うまく回して満足、あ忘年会とかか、もうおつゆいち今年は観光大使に始まって STU に明け暮れた1年でした。観光大使公演もまたやりたいね、かほちゃんその時だけ来てくんないかな、としちゃん握手会の受付昨日から毎週制限なくなったので本気で取り組んでいる、完売出して福ちゃんのサイン席やったらいいなと思ってる、マジで狙うぞ。お、ありがとう、助かります、話しましょう。え、チェキのやつあんの今回も、ごめんそこだけちょっと確認しとくね、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください、鬼は外、福田は瀬戸内、三度の飯はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした、皆さんお疲れん、小休みみんじびでした。あ、チェキのやつあるんだ、よかったよかった、チェキのやつあるって、完売出たらチェキが当たる抽選もあるってことね、はい、じゃあ明日も夜配信やりますので今日よりは早いと思う時間、よろしくお願いします、土日ですね、お疲れ様でした、バイバイ、よかったらフォローしてください。ツアーの大阪の追加公演の受付も、開始してるのでよかったら大阪来年遊びに来てください、森の宮ピロティーホールです、握手会の受付もお待ちしております、今日はありがとうございました、お疲れ様でした、ゆっくり休んでね、おやすみ、夢で会いましょう。おやすみ。ゆっくりねんねしてくださいね、おいしいもの食べてくださいね、お疲れ様でした、ありがとうございました、うどんちゃんでした。